今日は日本に2つしかない五稜郭がある長野県佐久市の辰岡城を散歩します。城内の大きさは函館五稜郭の半分くらいです。藩主松平憲孝の長年の夢が実現した洋式の城郭でしたが、わずか4年で廃城になりました。では枡形虎口が残る北の入り口から五稜郭出会いの館を通って城内に向かいます。正面が大天門跡になります。この城は大まかに堀の外が外郭、内側が内郭となります。また16,000石の小藩であったことで、江戸幕府の格式では城ではなく厳密には陣屋ということになります。それでは時計回りに城跡を巡ります。築城寺正面に米蔵がありました。この先の門は藩主や領民が日常出入りしていたまさに通用門でした。廃城後ピンコロ地蔵尊で知られる成田山薬師寺の山門として移築され現存しています。この堀は幅が8メートル前後と狭く、水深も浅いものです。この先には堀がなく、内郭の石垣のみで未完成であったことがわかります。この方角に一箇所だけ砲台が作られました。この城壁には函館の五稜郭に見られる羽出し石垣があります。正面が黒門跡になります。そして今年3月までは小学校の正門でした。
それでは大手橋を渡り内角に入ります。右側が田口商魂社です。1875年に転移してきた田口小学校は、統廃合により2023年3月21日、149年の歴史に幕を下ろしました。お台所は唯一城内に残った現存する建物です。御殿は1871年の廃藩により、解体され払い下げとなります。大広間は市内にある実習寺の本堂となり、役員門は個人所有で現存しています。この龍岡城の城主であった松平憲方こと荻生譲はまさに波乱万丈の人生でした。幕末の動乱期、藩邸移転の最中、1867年、小藩の藩主ながら幕府軍のトップ、陸軍総裁に任ぜられます。しかし翌年、新政府に帰順し、北陸戦争へ新政府軍として出兵しています。明治に入り、佐野、常民とともに、後の日本赤十字社となる博愛社を設立しました。佐野、常民が日赤の父と呼ばれているのに対し、荻生譲は日赤の母と呼ばれています。